雪の上では歩幅が狭くなり、股関節が硬くなりやすいと言われています。今回は股関節やももの前面を気持ちよく伸ばすことができる横たわる英雄のポーズを紹介します。無理のない程度に行いましょう。それでは横たわる英雄のポーズを紹介していきます。途中で体に違和感のある方は無理をせずに行っていきましょう。今日は正座から始めていきます。足を外側に少し広げたら、ここで膝がちょっと辛いなという方は膝を外側に広げます。選んでいきましょう。手をついてゆっくりと横になっていきます。この時に背中が反れないように注意していきましょう。肩、腰、背中などしっかりとマットに体をくっつけたら、両方の手を万歳していきます。脇の下、そしてももの前面をしっかりとストレッチしていきましょう。このまま深い呼吸をして1分から5分ほどキープをしていきます。キープをしたら両方の手をついてゆっくりと起き上がっていきます。